いたずらの問題フィリッップ・ケディック 1>, 1午前7時業界最高発にして最もクリエイティブな調査代理店の前途洋々たる青年社長アレン・パーセルはベッドルームをなくしたしかしキッチンを獲得したこのプロセスは自動的で壁面に埋め込まれた酸化鉄混合テープに制御されている機械には疎いアレンだがこの変形に異論はなかったすでに目を覚ましていつでも起き出せる構えだったのである目をすがめあくびをすると 立ち上がって料理用レンジををリリースすするる。手手動ボタンン探りするレンジは例によって壁の中に半分埋まったまま途中で引っかかっていたが一度強く押してやればいいだけのことボタンをグッと押すとシューと音がしてレンジが出現したアレン・パーセルは一国一城の主だった幸いなるモレクの戦闘を一望できるこのワンルームアパートメントが彼の城アパートメントを勝ち取るのは並大抵のことではないこの部屋は両親が残してくれた財産で 鎮釈券は40年以上の長きにわたってて維持されている薄い漆喰板に囲まれたこの箱には計り知れない価値があった空っぽの空間は金銭であがなうことができないレンジはきちんと展開すると流し台かつ食卓かつ食器棚になる調子飼でつながれた2脚の椅子が下から引き出せる構造になっているし日用品保管スペースの下には皿がしまってある室内の大部分はこれで塞がれてしまうが着替えができるだけの空間は十分残っている 先に起きた妻のジャネットは苦労してスリップを着替え、今は腕にスカートを抱えたまま眉根にしわを寄せ、途方に暮れたように周囲を見回している。集中暖房システムの暖気もまだこのアパートメントまでは届いていない。ジャネットがブルっと身震いした。秋の寒い朝にはジャネットはいつも震えながら目を覚ます。アレンの妻となってからもう3年が経つというのに、いまだに部屋の変形になれる様子がない。どうしたんだと、パジャマを脱ぎながら声をかける。冷たい空気はこんなに爽快なのに。 あれは大きく息を吸ったテープをセットし直したいわ11時ぐらいにそう答えてジャネットが着替えを再開した動作は看板で見るからに無駄な動きが多いほらレンジのドアと言ってレンジを開けてやった身の回りのものをしまうといいいつもそうしてるだろううなずいてジャネットは言われた通りにした代理店は8時きっかりにオフィスを開けなければならないつまり混雑した通行帯を歩く30分の通勤時間を考えてそれに間に合うように起きなければならないということ 今でさえ、1階や他のアパートメントから人々の活動の物音が聞こえてくる。廊下からはくぐもった足音が響く。共同バスルームの前には列ができ始めているところだ。先に行ってくれ。早く着替えと一日に支度をさせようと、ジャネットに声をかけた。歩き出した妻の背中に向かって、タオルを忘れるなよ。ジャネットは従順に、化粧品、石鹸、歯ブラシ、タオルなどを入れたポーチを持って、アパートメントを出た。廊下に集まっているご近所の人たちが挨拶する声が聞こえてくる。おはようございます、ミセス・パーセル。 ジャネットの眠そうな声がそれに応えて「おはようございますミセスおにいる・オニール」それからドアが閉じた妻がいない間にアレンは薬品スロットから2畳のコルトチアミンカプセルを振り出したジャネットはあらゆる種類の錠剤や吸入薬を揃えている10代の初め波状熱植民惑星に自然農場を建設する試みの副産物として復活した伝染病にかかったことがあるせいだ2畳のコルトチアミンは二日酔い対策昨夜べはワインをグラスで3杯それもすきっ腹に流し込んだのだ 北海道エリアに入るのは計算済みのリスクだった昨日は会社で夜10時まで残業した疲れてはいたもののまだ頭が冴えていたので戸締まりを済ませた後、と会社の小型船で遠乗りに出た TM に急ぎの品を納品するのに使っている1人乗りのスライバー新ニューヨークを出ると当て手なく船を飛ばしその後東に進路を取ってゲイツとシュガーマンの家を訪ねたしかし長いはせず11時にはもう帰途に着いていたそれでも北海道には行っておく必要があったそこには リサーチが関係している調査代理店業界に君臨するビッグ4に比べれば彼の会社など数のうちにも入らないアレン・パーセル社には財政的な自由もアイデアの蓄えもないパケットは毎日自転車操業でまとめられているお抱えのスタッフはアーティスト歴史家倫理コンサルタント表現アドバイザー演出家過去に成功したパターンを研究するのではなく将来のトレンドを予測しようとしているそれがアレン・パーセル社の短所であり長所でもあったビッグ4は 保守的で強量だ長年の歳月をかけて彼らが完成させた標準パケットは革命以前の時代にストレイター大佐その人が使っていた時の試練に耐えてきた公式と基本的には変わっていない当時の道徳再生運動は俳優と講演者の一団が各地を放浪しメッセージを伝えるというものそしてストレイター大佐はメディアの天才だったもちろん基本的なパターンは現在も十分有効だがしかし新しい地が必要とされている当時は大佐自身が新しい地だったのだ ストレイター大佐はもともとアフリカーンス帝国、過去再建されたトランスバール州の実力者で、その時代に眠っていた道徳の力を再び蘇らせたのである。あなたの番よ。戻ってきたジャネットが声をかけてきた。石鹸とタオルは向こうに置いてきたわ。だからすぐに行ったほうがいいわよ。アレンがアパートメントを出るとき、ジャネットは身をかがめて、朝食の皿を取り出そうとしていた。朝食にはいつも通りの11分を要した。アレンは習慣になった一心不乱の流儀で食事を済ませた。 ゴルトチアミンのおかげで胃のムカつきは消えている向かいではジャネットが半分食べかけの皿を押しやり髪の毛を溶かし始めた窓ガラスがスイッチ一つで鏡に変わるこれもまた委員会の住宅局が開発した巧妙な空間節約技術の一つ帰りが遅かったのねやがてジャネットがぽつりと言った昨夜べのことよちらっと目をあげてでしょその質問は不意打ちだった普段のジャネットは探りを入れるタイプの女ではない 自分自身の頼りなさという霧の中で迷子にでもなっているような感じで、そもそも悪意を持つことができないたちだ。しかし、考えてみれば、別に探りを入れてるわけでもなく、心配しているだけなのだろう。多分、ベッドには入ったものの、夫の無事を案じて、天井を見上げたままずっと起きていたに違いない。そして、午後11時40分になって、ようやくアレンが帰宅し、ジャネットは隣に滑り込んできた夫にキスをして、眠りに落ちたのだ。北海道に行ってたのとジャネット。ちょっとの間だけどね、シュガーマンはアイデアの宝庫なんだ。 話しているる。とと色々と刺激されるゲーテを扱ったうちのパケットを覚えてるかいほら、レンズを研磨する仕事に関するやつだよ。シュガーマンが話題にするまで一度も聞いたことがなかった。工学的な視点はいいモレクになる。ゲーテはそれを転職と考えていた。死の前にプリズムありきだよ。でもジャネットは両手でおなじみの神経質な仕草をした。シュガーマンはインテリでしょ大丈夫、誰にも見られてない。そう確信しているのには十分な根拠があった。 日曜の夜の午後10時にはほとんどの人間がベッドについている。シュガーマンとグラスサンバイき合い、トム・ゲイツが蓄音機で再生したシカゴ・ジャズを30分拝聴した、それだけのこと。これまでに何度もやっていることだし、取り立てで面倒が生じたことは一度もない。鏡込んで、昨日履いていたオックスフォードを拾い上げた。泥が跳ねている。それに、どちらの靴にも乾いた赤ペンキの羽がこびりついている。美術部のペンキね。ジャネットはエージェンシーに入社した1年目。 アレンの秘書兼処理係として働いていたからオフィス内のことはよく知っている赤ペンキなんかで何をしてたのアレンは答えなかった黙って靴を調べ続けているそれに泥とジャネットおまけにほら手を伸ばし片方の靴の裏についていた乾いた芝生の切れ端をつまみ上げて北海道のどこで芝生なんて見つけたのあの廃墟で育つ植物なんてないはず汚染されてるんでしょああとアレンは認めたそれは確かだあの島は 集中攻撃を浴びた。存在するありとあらゆる種類の毒物と致死物質で爆撃され、洗浄され、汚染され、感染させられた。道徳再生運動は何の役にも立たず、もちろん物理的な再建も不可能。北海道は今なお、1972年、終戦の年と同様に不毛なしの土地であり続けている。地球のしばねと、ジャネットが草の葉を指先でいじりながら言った。それぐらい、私にだってわかるわ。ジャネットは これまででのの生涯の大部分を植民惑星で過ごしている。手触りが柔らかいもの外来種じゃないこの地球に生えている草よアレンは苛立ちを含んだ声で地球のどこ公園よ芝が生えてるのはあそこだけ他は全部アパートメントとオフィスだものあなた昨日公園に行ってたのね